皆さん、太鼓の達人の太鼓の中身気になったことないんですか？今回分解してどこがどうなってるかちょっと説明していきたいかなと思います。気になってる人多いと思うんでね。分解するついでにちょっと古い基板を新しい基板に変えるっていうね、作業もねちょっとやっちゃいたいなって思うんで、まあそれも見ていただけるとありがたいです。で、分解に必要な道具なんですけど、ざっと分解したりメンテナンスするぐらいだったら道具2つしかいらなくて、まずは普通のプラスドライバー、センサー取ったりつけたりするなら細いプラスドライバーも欲しいかも。あとは六角ナットのドライバー、これが結構サイズ難しくて11ミリが一番やりやすい。10ミリでもできるけど11ミリが一番やりやすいかな。今回はないから10ミリ。電動ドライバーあると楽だから今回電動ドライバーでやっちゃうけど、ない人は手でやる普通のドライバーでもできちゃいます。メンテナンス目的だったら両面テープだったりワッシャーだったりビニールテープだったらあると便利なんだけど、まあそれは後々違う動画でまとめようかな。で、今回ゲームセンターのを取って紹介するわけにはいかないんで、家にあるそのゲームセンターにある基板と同じようなものを使って説明していきたいと思います。うちちょっと樽つけてないんで、まあそれっぽく説明するよ。まずこの白いラバーを外すところからですね。まあ、枠についてる金具はこう外していただいて、白いラバー部分取っていくんですけど、ちょっとここでね注意したいことが一つありまして、取るときに引っ張っちゃって伸びちゃったり変形させちゃったりするとすごいもったいないので、上からミョーンってこう引っ張って取るのは僕はちょっと気をつけてます。まあ、もったいないというか、後でね付け直したときに叩き心地悪くなっちゃったりしたら嫌なんで、まあ最新のところから注意を払っていきたいかなっていう感じですね。で、自分がどうやって気をつけてめくってるかっていうと、周りからこうペコペコペコって少しずつこう外していきます。まあ何度かこうペコペコしていくと結構自動的にね外れてくるんで、こんな感じで僕は白いラバーを取ってます。そしてババーンと太鼓の中身の木の板、基板が登場ですね。太鼓の達人ガチの木の板を使ってます。で、この状態になると4つのネジで樽と基板がつながってるっていう状態になってるので、4つのネジをプラスドライバーで外してって基板と樽を分離させていきたいと思います。ちなみに樽はつけてないのでそれっぽく作業してるっぽく演技します。じゃあこれが普通のプラスドライバーですね。これをここの穴、ここの穴に結構デカめのネジがね取り付けられてるので、ここをグイーッとネジ4つ外していきます。上が2つと下が2つですね、この位置。それでそうすると外れるんですけど、これセンサーのコードが筐体内のコードとくっついてるんでちょっと難しいですけど、この基板を少し持ち上げて中を覗きながらセンサーのコネクターを取るっていう作業をします。こういう白い部分のコネクタがつなぎ目になってるんで、ここの先の部分の穴みたいなところに爪かプラスドライバーをねこう入れて、キュッとね、そうこんな感じでキュッと入れて引っ張るとすぐ取れます。これが4つあるんで、まあ4つ全部取ってって感じですね。左縁、左面、右面、右縁。そうするとドーン、こんな感じでもうすぐ外れちゃいます。で、こっからさらに分解するときは後ろのネジを外さないといけないんで、これをひっくり返して分解していきます。ここで六角ナットドライバーの出番です。先に言っとくと、この裏に大きい穴が開いてると思うんですけど、これが上になるように絶対調整しましょう。樽に突起があるんで、この部分下にするとはまりません。じゃあ古くなった左縁を交換っていうのを想定してやってみよう。この4つのナットを外します。そうそう、質問でもね何でもいいんでコメント欄で
なんか書いてくれたらお答えできるところはお答えしたいし、楽しく見させてもらってるので、ぜひコメントもねよろしくお願いします。はい、で納豆を4つ外しました。そうするとね、もうガパッと縁が外れるので、ガパッと縁を外していきます。で外すとこれで、構造的にはね、鉄の板と木の板が合わさって、でその上にセンサーが乗ってるっていう感じの構造なのかな。この防振ゴムがネジと一体化になっていて、この防振ゴムを4つ外してセンサーを外すと、この木の板と鉄の板が分離するようになってます。防振ゴムはこんな風に普通に外していっちゃいます。でものすごく硬い時はペンチ、ラジオペンチ使ってもいいんですけど、ゴムの部分を持つとブリュンってちぎれちゃうので、そこだけ気をつけてください。でセンサーはプラスドライバーで止まってるので、普通にプラスドライバーで外していっちゃいます。今見るとカメラワークが最悪だったわ。まあいいか。でセンサー外すときに、センサーカバーみたいのは普通のプラスドライバーでくっついてるんですけど、センサー自体も止まってて、それがすごいちっちゃいネジで止まってるんで、それは冒頭で言った小さいプラスドライバーで開けるといいと思います。はい、で全て外れたので、こんな風にバカーッと外せます。これで金具は普通に使えるんでね、これで新しい木をくっつけて、でさっきみたいに、防振ゴムとセンサーを付け直していきます。はい、元に戻りました。そしたらね、元あったところにはめ直します。ではめ直したら交換完了です。次は面の方の交換をやっていきたいと思います。面の方はネジが3つ止まってるんで、3つのネジをまず外していきます。でまあ、ネジが全部外れたら縁の時みたいにカポッと外れるので、カポッと外していっちゃいます。はい、ドンと、面の方は防振ゴムが3つでついてて、センサーは木の板に直接貼り付いてるような感じになってます。これも縁と同様に防振ゴムを外してセンサー外して交換っていう感じになります。でこれ金具を外してみたいなやつもあるんですけど、この金具つけたまんまの方が耐久性と叩き心地が安定するんで、まあ基本的につけといた方がいいのかななんて思います。何かやりたいことがあって外すのは全然いいと思うんですけど、子供たちがねたくさん遊んだりするゲームセンターだと、どうしてもハウス鉢とかでね耐久性が怖いんで、ちょっとまあそこだけ注意です。はい、じゃあこれが新しいやつね。まあやることは縁と変わらないので割愛。まあ防振ゴム戻していくんですけど、言うの忘れてた、防振ゴムってなんか短い方と長い方があるんですよ。しっかり短い方を金具の方にねやるようにしてください。じゃないとちょっと変なになっちゃうんで、まあこの場合だと地面に埋まってる方が短い方で、そしたらね元のとこはめてまたネジ止めていきます。で基板をセンサーはめて戻すんですけど、その時にこの画面にしておくと楽です。まあ、いわゆるリミット値っていうのを設定する画面なんですけど、センサーのコネクタを付け直す時に、左縁だか右縁だかっていうのが分かりやすいので、この画面にしておくことをお勧めします。この画面はテストモードからの1スラッシュ0テストからの太鼓テストでこの画面になります。この画面で基板をデコピンしながら対応のセンサーと取り付けていきます。センサーのコネクターのねドッキングが終わったら、一番最初に外した4つのネジを樽に留めていきます。最後にね白いラバーと金具をつけて完成ですね。白いラバーつけるときに、まあ、両面テープつけたりっていう話はまた今度したいと思います。まあとりあえずね空気が入らないように、浮きがないようにこうぴっちり押さえながら、こんな感じで押さえながら白いラバーを貼っていくといい感じになります。まあ、どうしても浮いてきちゃうとかっていうのもあるんでね、まあそういうのもね改善策とか、まあ後々動画出していきます。いやこんな感じでした。太鼓の中身はいかがだったでしょうか。
今後もね、太鼓にどんな症状が出てるからこうした方がいいよっていうメンテナンスの方法だったりね、動画出していきたいので、よかったらねチャンネル登録してまた見に来てください。ご視聴ありがとうございました。わかりにくかったらごめんな。チチ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